ははいこんにちは那須広ガーデンの高木ですえー、とね本日もね、えー、バラ栽培についてお話ししていきたいと思うんですが、えー、撮影している今日が4月の下旬になりますので皆さん、バラ欲しくてだんだんそわそわしてきて園芸店行って買い物しようかしらって思っている時期だと思いますし実際、えー、と多分園芸店にねどこの園芸店でもそうなんですけど新苗っていうものがね並び始めた時期だと思います。ででですすねこの小さい苗ですで ただ、信、ま、苗、あのお話もね、後で信、ね、苗がどういうものかというお話もさせていただきたいと思うんですけれども、えー、実を言うと例えばこれを、ね、こ今日サンプルでご用意したのはデルバールフランスのデルバールの苗間という品種なんですが苗間が欲しいなと思った時に信苗で買うかもしくは大苗で買うかこれは大苗を去年の冬に植え付けて春まで育てた状態。 開花,鉢開花、まあ、つぼみが、ね、ついている状態なんで鉢ラって言ったり開花鉢って言ったり開花見込み鉢って言ったりオ苗ナエって言ったりする場合が多いんですけどオ苗ナエで買うかもしくはもう1年以上育てた大きな株ナエマの場合はナエマつるバラなのでつるバラの長尺苗で買うかっていうようなところで一、えー、つの品種をお求めになる場合でもいろんな企画でお求めできますよって言った場合の 新苗大苗長尺のメリットデメリリッットトデどれを選んだらいいかなっていうお話をまずさせていただきたいと思いますさてねじゃあね今日はね新苗とオーナー長尺とかの,その同じ品種でも違う企画がありますよってお話をしていきたいんですけどまずじゃあはい新苗から。で 新苗っていうのはいわゆるこう一般のお店に流通する皆さんのお手元に届く苗木のサイズとしては一番小さいサイズです。でこれはねえっ、ー、とねえー、園芸品種のバラはですねえ代、ー、木に目継ぎをして増やしていくんですけども大体いい去年の夏から目継ぎをして,育って今年の春まで育てた目継ぎ苗と、えーまあ、同じ継ぎ木でも、まあ、今年の12月あ去年のですね 去年の12月から今年の春まで育てた切り継ぎ苗っていうのが2つのパターンがあってそれらを春まで育てたものを新苗って言って流通しておりますでこの新苗まあたい値段で言ったら安いので1000円ぐらいからまあブランドのね品種だと3000円ぐらいで販売しているものなんですけどもメリットとしてはまあ一番まあ育ててる期間が短いので一番価格が安いで、えー、もう一つが 苗木自体が小さいので園芸店にたくさん置くことができるから選択肢がいっぱいある選択肢がいっぱいあるっていうのはまあハイブリッドティーだったりフロリバンダだったりシュラブだったりツルだったり最新品種だったりあそれからオールドローズだったりいろんなたぶんたくさんの園芸店さんがたくさんの品種を並べてくれるのでまあその中からお気に入りの1本を選ぶことができるということとあとねもう一つねえーと、まあ っって言って言も今のの時期の大苗とは違うんですけど秋とか冬のオオナエを買おうと思うとお花ついてない状態で選ぶのと比べるとお花を見て買うことができるのが新苗なんです。というまあねこれちょっとサンプルに使った苗間がまだ咲いてないんですけどもえーと多くの新苗がつぼみ付きお花付きの状態でも販売してますのでえそういうものはねお花を見て買うことができます。けどののお花を見てて買うとにちょっと注意して欲しいのは 新苗ってまだ赤ちゃん苗なのでお花がですねその株がしっかり育った時と比べるとお花がちっちゃかったり花弁が少なかったり色が薄かったりとその品種本来のお花を咲かせるにはまだ苗が小さい状態なのであくまでねお花見て変えるとは言ったんですけどもお花でまあ雰囲気を感じ取って選んでほしいなと思います。 えー、じゃあね実際にはっていうとヒロガーデンは今大体あのそうです、ね、これぐらい並んでまして、まあ、この並び全部信頼なんですけどあの、まあ、これこれんだけたくさんねパッと見てもらっても選択肢がある中から選んでいただくことができますし、まあ、見てもらうとねつぼみがついてたり色がついてたりとねお花見て選んでもらうこともできるかなっていうのは分かってもらえるかなと思います。 ではいじゃあの、ね、メリットの話をしました。えーとね、じゃあのデメリットはっていうと、まあ、まあ大きく言っちゃうと一つなんですけども一番小さい赤ちゃん苗なので何といっても育てるのに手間がかかるということです。で、まあ、まだデリケートな状態なのでこの夏、まあ、病気をつけないとかあと水切れさせないとかっていうことは。 ちょっと繊細な注意を払って育ててい,きたい,いってほしいなっていうのが新苗なんですけどもあの、まあ、逆に言うとねそこの部分で小さい苗から育てたってことに愛着が湧くとかあの小さい状態で育てた方が、えー、自分の、ね、好みの、まあ、自分ちの、ね、環境にあってね え好みの樹形に仕立てられるとかっていうことでまあ新栽培にこだわり持ってえ楽しんでいらっしゃる方もいっぱいいますのでまあそこの部分のデメリットはねあの場合によってはメリットと感じていただければ全然あの信頼からバラ育てていただくことっていうのはできるかなと思いますので是非ね信頼からでもチャレンジしてみてくださいオーナーへのねえデメリットのねお話をね次させていただきたいと思うんですけどもオーナーへのまあまずデメリットは何かっていうと 新苗のメリットの部分の逆になってしまうんですけどもまず、まあ、1鉢ずつが新苗よりも1年大きく育てているので高いってことですね値段お値段がね価格帯が高くなってしまうとまあたい安くて3000円ぐらいから4000円とか5000円とか、まあ、そのサイズとかねどれくらい育てたかなっていうのによっても値段が違ってくるんですけども、えー、価格帯がね、えー、とさっきの新苗と比べるとちょっと高くなってしまうと。 それからですねあのやっぱりこれだけ大きくなりますので、えー、売り場に置ける量にも限界があって、まあ、選択肢が狭ままってしまうとで選択肢の話でいくとオ苗ナエっていうものを、ね、植えつけたよって話をしたんですけどもオ苗ナエっていうのは実は去年の秋から秋冬春,春ともう販売してきてるものなので割と人気の品種がもうすでに在庫がないですよっていうことがまあよくあります。そういうい意味でも、まあ、ちょっと えー、売り場にね見に行っても選択肢がちょっと少ないよっていうのがオーナのデメリットかなと思います。で一方でまあ新頼と比べたら育てまあ今度は新内のデメリットの部分がオーナのメリットになるんですけども、えー、新頼と比べると、まあ、1年大きく育ててるので、えー、ある程度、まあ、水切れにも、まあ、まあ水切れさせないこ越したことはないんですけども新頼ほどデリケートじゃなくてもまあいいよっていうのがオ、えーナエでそれがまあ一つが まあ、ある程度ね一番下が終わったぐらいになったら植え替えとか地植えとかっていうのもできますよっていうのが大苗ですね。でこうねもう一つが、えーとまあ、1年目からお花を楽しんでもらえますよっていうのがメリットとしてあるんですけど、まあ、それを言ったら新苗の方に戻ってもらって新苗の、まあ、デメリットの部分はデリケートですよって言った部分の一つに、えー、このサイズのポットなのでいきなり地植えするよりは。 もうちょっと大きい鉢に植え替え替をしてでそれからもうちょっと大きくしてから地植えをしてほしいっていうのが芯苗の育て方にあるんですね。でもう一つが信苗の場合、えー、品種にもよるんですがある程度お花を我慢して取ってあげた方が枝は早く成長しますよと。 まあこれ今今日サンプルで使っているのは苗間なんで苗間みたいなつるバラはまあガンガンどんどん伸びてくれるんで苗間そんなに神経質につぼみ取る必要はないんですけどもいわゆるその木立のバラだったり少し樹勢が弱いようなバラの場合はえ咲かせないでえ夏までは咲かせないでつぼみを我慢してあげた方がえ枝がしっかり育ってきますよっていうまあバラ栽培のね一つのセオリーみたいなのがありますのでえそういうまあ信頼と比べると 鉢腹、えー、の方が一番か終わったぐらいまでなる育てると地植えもできますよ鉢も変えておしゃれな鉢に植え替えすることもできますよお花もしっかり楽しんでいただくことができますよっていうのが鉢腹のメリットかなと思います。えー、とさてじゃあじゃあねえー、とじゃあまあ長尺って言ったら鉢、ま、腹、あ、とメリットの部分ではほとんど変わらないんですけどもえー、とまあ長尺にして仕立ててる という時点で、えーとまあ、ある程度ね鉢腹よりもまあ場合によってはもうちょっと価格帯が上がってしまって4000円から5000円6000円ぐらいで販売している価格帯のものです。まあ、これのメリットはまあ鶴払んでいうと、まあ、家に帰ってすぐにでも誘引できると。でただまあ時期にもよるんですが、まあ、この4月5月の時期っていうとですね、まあ、少し新芽も出てくるんであんまり手荒な誘引をしちゃうと芽がもげて取れてしまうので、まあ、4月5月にお持ち帰りになった場合はね、えー、とすぐ地植えしてもらって。 えまあ少しこうひを切って枝を優しく広げてね芽が取れないように優しく広げてまあ少しこう風通しよくしてね 仮誘がっつりイメージ通りには誘引できないかもしれないけど少し風通しが良くなるようにこの状態で鉢、えー、の状態でもしっかり花咲くと思いますけども、えーとまあ、その状態よりも、ねまあ、目数もだいぶ多いですし花数が期待できるかなというのと、まあ、あとその風景に早めに馴染むかなというのとがメリットですかね。 長尺内は多分なかなか通信販売では売ってないので、まあ、実店舗に見に来る楽しみの一つでもあるかなと思いますんで是非、まあ、ねお近くのバラ専門店に見に行った時には鶴バラとかね長く伸びる、まあ、鶴バラを求める場合はね貯弱内を選択肢に入れるのもいいかなと思います。 今日はですね、新苗のメメメメリリリリッッッット、デメリット、オーナーのメリット、デメリットデデのののお話をしましまた信頼の方はね、えー、と価格帯が安くて選びやすいけどちょっと苦労するよお花我慢した方がいいよってお話ししましたハチバラはまあそれと比べるとまあ少し価格帯上がっちゃうし選択肢が少なくなっちゃうかもしれないけどあ,ある程度すぐ10円もできますしお花楽しむこともできますよ長尺苗もまあもっとね空間に早くなじませてあげることができますよってお話をさせていただきました。 いろんな選択肢がありますす、えー、の方もですね、えーとまあ、信頼たくさんご用意してるんですけどもオーナー絵も,もう入る限りですねたくさんご用意して今お待ちしておりますのであぜひね広が、えーまあ、ーデンに限らずあのお近くの園芸店にねバラ選びに行ってもらえるといい時期かなと思いますのでどうぞよろしくお願いします。